かぎ針編みの道案内編みぐるみ編第11回。今回は楕円を編んでみましょう。鎖編みの作り目と円編みの組み合わせです。ポイントは鎖編みの作り目から続く1段目の編み方になります。それでは編み図を表示しましょう。作り目と1段目だけ出しておきます。まずは鎖編みの作り目を5目編みましょう。ここまでが準備で、1、2、3、4、5。続いて立ち上がりの鎖編みを1目。最初の細編みを編みましょう。5目目の鎖の裏山を拾って、細編みを編みます。一番上が立ち上がりの鎖編みの裏山なので、その隣の裏山に針を刺します。裏山を拾うという動作は慣れないうちはなかなか難しいですが、親指と中指で編み目を押さえて針にかぶせるようなイメージを持つとやりやすいかもしれません。この作業をやりやすくするためにも、作り目を編むときは2号太い針を使うか、緩めに編むのがいいですね。さて、細編みを5目編みました。続いて6目目ですが、これは5目目の細編みを編み入れた裏山をもう一度拾って編みます。つまりここは増し目になっているわけですが、楕円の編み図の1段目ではそう書かずに細編みを分けて書いてあることが多いです。そして次の7目目がポイント。作り目の端まで来たところで、このように編み地を回します。鎖の頭が見えていますね。今までは鎖の裏山を拾って編んできましたが、今度はこの頭を拾って編んでいきましょう。ここでついでにこの編み始めの糸端を編みくるんで処理します。これが7目目。8目。9目。10目。11目と12目はまた増し目の要領で、同じところに2目編み入れます。11目、12目、最後は立ち上がりの鎖編みを飛ばして1目目に引き抜き編みをして1段目終了です。一周つながってしまえば、あとはもう円を編んだ時と同じです。2段目以降は細編みの頭を拾って編んでいくだけですね。興味のある方は続けて2段目も編んでみてください。以上、鎖編みを作り目とした楕円の編み方でした。とにかく最初の作り目からの糸の拾い方がポイントです。それでは今回はここまで。次回は鎖編みの作り目から四角形を編みましょう。平編みまたは往復編みと呼ばれる編み方について学びます。お疲れ様でした。